はい、どうも、メンヘラおじさんです。よいしょ。まあ、ジュンジュンさんからコメントをいただいてたんですけれども、まあ、回答ありがとうございますというところと、まあ、株ぶっ込みすぎても債務整理中というのは、まあ、逆に魅力的ですね、みたいな形でお話はいただきましたというようなところで、ございますと。で、まあ、今日、なんとか会社に行けて、で、今、風呂入って、上がって、一眠りしようかなというところでございます。で、まあ、ジュンジュンさんの話を出したのは、まあ、そうですね、株で突っ込んで、退場した人って、多分あんまり語らないんですよね。っていうところを語ってるのは自分ぐらいなんかなと、まあ、とは思ってますと。あと、コメントで書いたんですけども、そういう系の人で、多分超有名な人って、りょうつさんっていう人で、まあ、言うたら数億円儲けて、まあ、言うたら、相場を退場して、で、また数億儲けて退場してっていうのを繰り返してはるという方がいらっしゃって、なんかね、大阪の飲みの集まりとかでもね、ちょこちょこ出てたらしいんですけども、私はお会いしたことないんですけどもね、というところで、なんていうんですかね、日経平均の先物を一点買いみたいな感じでやってはって、ドカッと儲けるタイプだというところです。まあ、正味、個別の株とかで、もう、なんですかね、ちょっと買って、イエイっていうようなのに飽きた人たちって、最終的には日経平均の先物に行くっていうのが、まあよくある話ですよね。シスさんとかもそうですかね。一時期、一夜で10億円稼ぎましたとか、そういうプロの人たちがバリバリやるような指数でございまして、おじさんはまあ多分一生縁がないかなと思ってます。どっちかというとやっぱ個別の相場に張り付くのが結構好きなんで、多分その方向で行くでしょうし、60超えたら桐谷さん方式にしたいと思ってるから、やっぱり、いろんな銘柄を100株ずつ持って株主優待とか、受けながらですね、それで生活したいなと思ってるんで、そっちなのかなと思ってます。あとは、ギフボーイさんっていう、俺と同じ年ぐらいかな、37ぐらいで、丸坊主で、で、年収が確か420万とか、なんかまあそれぐらいで実家暮らしでっていう話の方だったと思います。で、まあ YouTube チャンネルもされてて、1万人ぐらい登録者いるのかな。で、だいたい15万ぐらい収益があって、それと、言うたら、家にはお金入れてなくて、その稼いだお金でドーンと突っ込んで、ポンド円とか、言うたら、まあ、オーストラリアドルとかで、ぶっ込んだりとか、今年はなんか、幸先良くて、なんか1000万ぐらいまで儲けてはったらしいですけども、それで、なんか指数関係とか、為替で、バカバカ負けてはったんかな、っていうのが、ここ最近の話です。でも、あの方もなんか、もうエンターテインメントとしてやってはりますよね。そういう意味で、なんか見せる、相場師みたいな。そんな感じで、自分の意思でやってるのか、面白がってやってるのか、ちょっと私はそこら辺の頭がよくわからないんですけども、でも、楽しそうにやってはるのかなという印象でございます。なんか、行く先々でファンがいて、ファンの人とご飯食べたりとか握手したりとかっていうのは、個人的には面白いと思うし、そういう生き方も全然ありかなというふうには思ってます。儲けるだけが相場じゃないというか、まあ儲けるのがいいんですけども、儲けて、言った人は当ててね、ファイヤーするっていうのがいいかもしれないですけども、なんかそういう、やり方でもいいんじゃねえのかなっていうふうに思ってて、まあおじさんなんか今債務整理中ですから、一回ゴッと、まあ言えたら、まあそれギフボーイさんとかも、多かった時は4200万ぐらいあったらしいですから、まあ、それに比べたら全然低いんですけども、私もまあ3000万ぐらい負けて、債務整理しながら、今やってるんですけども、言うたらまあ、遊び金欲しさにですね、遊び金欲しさにっていうか、まあ、株で負けたり、所用で金使ったりして、金が減ってきて、困ってるっていうような状態なんですけども、今日、マネックスで、まあ、前々から価値が積もってたんですけども、一旦、言うたら、信用で買ってた分の10万円分を、一回益出しして、で、もう一回同じ値段で入り直して、で、さらに今日は、午後からも上がってたので、それでまあ3万ぐらいというところで、まあ13万ぐらいかなというところでございますが、まだまだ少ないですねという感じですね。で、まあそんなところでございますと。
という感じですね。まあなんとか稼ぎながら、いろんな情報発信しながら、自分でも YouTube の運営がしながらですね、いろいろやれたらなと思ってるんですけど、まだまだそれは先かなと思ってるところでございます。今ね、なんかここ1週間足らずでなんか10人ぐらい、減ったり増えたりしたのかな。なんかなんだ、政治の話を少ししたときに、なんか163人ぐらいまで減ったんですけども、今さっき見たら172人まで増えてたんで、なんでやろうなとか思いながら、見てます。婚活のおかげかもしれないですね。ひょっとしたら再生回数伸びてるんで。で、今、まあ、話戻すと、マネックスですね。今799円で、ビットコインが710万ぐらい。ですと。で、今、夜間でビットコインが715万ぐらいになってて、PTS が803円かなぐらいになってるので、多分、このままいけば明日も上がるんじゃないかというところでございます。で、ビットコインの先物 ETF がですね、上場して、っていうニュースが出てきてから、前の820円つけてからの760円までの下がり、うんぬんっていうところもそうですし、2月頃につけた1175円、私そこで200万ぐらい儲けたんですけど、そこからぐっと下がって、200万ぐらい損して、結局トントンでしたっていう話だったんですけども、そこの状況に比べたら、ETF の環境が整ってきてるっていうところと、ビットコインの、上げ幅っていうのが、なんとなくまあ見えてきてるっていうところがあるので、おそらく、おじさんの予想では1175円超えてくるかなと思ってますし、そういうことを言うてる方って結構いらっしゃると思うんです。で、今日の、IR で、2つ出て、1つは、10月28日に決算報告だったのに、10月29日にしますという話と、まあ言ったら、東証が一部二部じゃなくて、ちょっと変わるんですよね。で、その変わる中で、どちらかというと、有利な、方のですね、要件満たしたので、そっちで今申請してますっていうのが IR で出たというところでございます。この流れでいくと、やっぱりまあ1170円を超えていくのかなというところと、将来的にはまあ、1500円、2000円と言ってくれれば、個人的には、まあ、大きく儲けることができるのかなというところでございますが、まあ、信用で今、2100ぐらい今朝あったのを、打って買って打って買ってして、2400にしたという感じなんですけども、まあ、良い子のみんなは真似しないようにというところでございます。こんな、やり方してたらダメですと。いうところです。まあ、それも分かってるんですけども、自分ではまあ、上がるというふうに呼んでるので、それに向かって、まあ、結構張ってるという感じですね。もう本当にね、玉がちっちゃい時は張るしかないんですよね。なので、ある程度、玉がでかくなるまではやっていこうかなと思ってます。まあ、もちろん、60とかになったら退職金がボーンと入るんで、あと、まあ、年金ですね。私の場合だったら、障害年金とか、もう入ってくるんで、そういう頃になれば、また違う戦略があるんかもしれないですけども、今種がちっちゃいうちはこういう形でバカバカ張ってみて、どうなるかっていうのをですね、まあ、フィードバックできるかなというふうに思ってます。で、一方の親の資産に関してはもうガチガチに硬いやつやってるんで、まあ言うたら、株の教科書通りみたいな形の高配当、あるいはまあ、大手のですね、業界シェア取ってるところを中心に買い進めているので、そっちの方は、まあ、きっちりやってるので、問題ないかなと思いますけど、私はちょっと攻めてるというような感じでございます。で、なのでまあ、人に紹介したり、相談を受けたときはですね、ガチガチに硬いものを紹介するというようなことで、対応しておりますので、おじさんのやり方を真似しないようにしてくださいということを申し添えて、投稿を終わりにしようと思っております。ということで、また、撮りますね、というところです。で、今、172人になったんで、ライブ配信をね、土曜日やりたいなと思ってたんですけども、まあでも200人になるまでやりませんって言ってたから、とりあえず今のところはやらないでおきます。で、まあ、順々に、
登録者が増えていけばですね、200人はなんとか見えてきそうな感じもするんで、まあ、私前のチャンネルで250人いたんで、そこは見えてきそうな感じもするんで、まあ、あんまり焦らずにですね、まあ、特にまだ、今週、休職中、来週ぐらいに復帰できるかなっていうところなんですけども、まあ、そういうところで、まあ、一日一日一応大事にしないといけない時期なので、あまり焦らずにですね、ベラベラ喋りたいこと喋って、ストレスをできるだけ抱えないようにですね、運営していければなと思っております。以上です。